なほこの伝えるオランダ生活チャンネルみなさんこんにちはオランダに住むなほこですいつも動画を見ていただきありがとうございますと今日は違うアングルで撮ってみています、えー、私ことながら今日で結婚が1年となりましたで、えー、今回は、えー、前回の一時帰国で えー、買ったリザードンとこのぬいぐるみとあと、えー、クレーンで撮ったピカチュウと一緒に、えー、お送りしたいと思います、まあ、今日結婚1年目を迎えて、えー、今までの動画では、まあ、私と夫の出会いだったり遠距離恋愛について話してきたんですけど、まあ、それはまた、えー、今度。 えー、移住してからの同棲だったり、えー、結婚してからについても話せたらなと思うんですがまあ今日が結婚1年目ということでちょっと私が今感じていることだったり、えー、結婚する前とした後の意識などを話せたらなと思っています。日、まあ、日曜っっっててていいうこともあって、まあ、ゆったり過ごしているんでですけど、まあ、夫は今上で ゲームを楽しんでいますで。私は動画を撮ってます。でまあ結婚してどうですかっていうのってどなたでもね感じられたりとか、まあ、結婚生活が長い方と、まあ、結婚されてばっかりの方だったり、まあ、あと私のように結婚する前にすでに同棲している場合だったりでちょっとずつ違うと思うんですけど、えー、まず私が すごく、まあ、変化というか自分の意識で変わったなっていうのは、まあ、自分が私の場合はオランダに住んでる中で夫の苗字と自分の苗字も選べたのでその名字を使うというところであ結婚したんだなっていう意識が芽生えました。まあ、別にじゃあいつ使ううののっっていうと手紙の時だったり 保険の時ぐらいなんですけどやっぱりそういう中でました、まあでもこれもまあ今いろいろね議論もありますけどじゃ別に苗字が一緒になったからいい悪いとかではなく私の場合は結婚して夫の苗字で生活したいなと思っていたので。 すごくそれができることが嬉しく思っています。でじゃあ生活の変化はどうですかっていうと、えーまあ、同棲してた時が、まあ、オランダに来てから約 1, か、えー、1年は夫の実家で生活をしてその後も二、えー、人暮らし今の家に住んでからも、まあ、結婚するまで約3年間は同棲をしてたので。 何か変化があるんですかって言われるとそうではないんですけどでも私の場合は今の生活だったり結婚する前とした後があまり変化はなく楽しいことだったり、まあ、辛いことも共有できたりあと私の場合は話すことを大事にしているのでそれは今も続けています何か劇的なことが起きたりとか、えー 自分自身で、うん、変わってしまったっていうことよりも今の場合はその周りというか環境がすごく変化したのでじゃあ1年前今を想像できたかと言われると本当に想像できないことが今起きてるんですけどまあだからこそまあお互いの気持ちだったりまあ私自身の気持ちとしてええー、まあ軸を ぶらさないといとうかまあ柔軟にはなりつつその持ってる信念は保つっていうことが大事なんだなっていうのを最近思っています。うん、でえまあそういうことで言うとまあ、例えば私と夫、まあ結婚してからまあ えー、夫が仕事を失っっててしまってでも今は新しい仕事に就けることもあって一時帰国も去年できたり、えー、自分たちで結構驚きのこともあり、まあ、今はねコロナウイルスの、えー、関係でオランダでも、えー、外出規制が出ていたりもう罰金も、えー、決まって。 ているのでやっぱりより、うん、見えないストレスというか,なんかお互いに買い物とかでもあのいろんな方と、えー、距離を保ちながらでもやっぱりスーパーとかでも見かけるんですけどやっぱり口数がすごい少なかったりですとかそういった見えないストレスがあるなっていうのはひしひしと感じています。 私自身も夫、まあ、も、まあ、家にいることが多くなりましたし、まあ、夫も今、えー、会社の方針でもう自宅で勤務となったので、まあ、明日からも自宅で仕事をするんですけどやっぱりそういう変化が起きた時にさっき言った、えー、軸というかじゃどういう生活をしたいのかなですとか、えー、まあ弟の意見があるので どちらかというと、まあ、私自身はどう生活したくてどういう気持ちを持ってるかでそれをどう夫に伝えたり分かってもらうかだったり一緒にできることなのか、まあ、私自身がやることなのか、えー、分かってもらいたいのかとかそういうのを結構今も、えーまあまあ、コツコツというかまめに伝えるようにはしています。 でうん、まあもちろんお話ししなくてもいいね分かるところでは全然いいと思うんですけどやっぱそこでなんか伝えなかったりそのまあ逆に相手に言ってほしかったこととかが出てきた時にまあ今見えないストレスと言ったんですけどやっぱ二人で住んでる中でなんかストレスが出てきてしまった時になんか ちょっとずつピリピリしてしまったりなんか日常生活の積み重ねが、えーまあ、喧嘩というか言い合いにあってしまったりもすると思うのでそこが私は喧嘩が好きではないですししたくないなっていう気持ちが強いので結構、えー、意識して今も生活をしていますで、えー、最近 感じているというかあこういうことが起きてくるんだなって思った変化があったのでそちらもお話ししたいんですけど、えー、なんかまあ夫婦になったっていうことでいろんな夫婦の形というか、まあ、ドラマとか映画にせよ日常生活で会う人々にせよなんか夫婦というまあこう 形での行動だったり考え方っていうのを考えるようになってくるとまあ当たり前ながらじゃあ100組夫婦がいると100組それぞれが違うのでなんかすごく素敵な面がすごい見えてくるんですよねでまあその素敵な面は素敵だな私たちもこういうことしたいなとかもあるんですけどやっぱりそこでなんかああいうことできて素敵だなでも私たちは でできなないいかかもしれないですとかあこういうことをしてもらっていいなでも私はしてもらったことないなですとか,だからやっぱりいいなとか素敵って思う反面のなんかうら、ん、や、まあ、ましさですとかなんかあでも私たちはみたいな意識が、うん、まあ結婚する前がなかったわけではないんですけど 結構結婚してから持つようになったなっていうのを最近気づきましたでまあそれもなんかただ持って、まあ、我慢というか言わず終わりというよりはなんかその思ったことは伝えたりなんか聞いてみたりとかもしたりしてますなんかこういうことできるかなとかなんかこういうことしてみたいんだけどとか こういうの、うん、まあ行ってみたいとかやってみたいとかいうのは話すようにしていて、でもやっぱそこで相手もいることなんで、じゃ夫の気持ちはどうかとか、まあ私たちに私たちで生きることがあったり、やること、うんとい、いける場所があったりっていうので、なんかその優先順位として、私の場合は結構一緒、 の気持ちというか,なんか私だけがすごいやりたくて相手が全然ってなった時にもし一緒にやるのであれば一緒にそういう気持ちを高めたいというか、うん、バランスを一緒にしたいのでだったら私だけでできることをやりますっていうので今、まあ、こういう YouTube もそうですけどしてます。なんかどちらかとというと まあ、昨日とかも話したんですけど夫は、えー、まあ弟私は私でやりたいこともやれてて、まあ、一緒にできることもやっててでなんか夫は、まあ、私に対してのそのもっとこうしたらいいよとかこういうことしないでっていうのを伝え思うのが、まあうん、あまりないと。 いうことを昨日も話していたのでうんねえすごくえ何、ー、というかうんあそうだったなっていうのを <laughs> 思い出しましたなんかえー、まあ今までの生活でまあ分かっていたようで改めて言われるとあそうだなっていうのを すごく感じたゃあそこの中でできることだったり一緒の時の時間と一人の時間をどうするかみたいなので考えようかなと思っていて私、ま、自身、えー、昨日インスタのライブをしてみたり、まあ、この YouTube もそうですけどこういう発信も私自身もすごく、まあ、応援してくれているので。 うん、なんか自分のしたいことをしてい,いようっていうスタンスなのですごくそれを感謝して、えー、大事にしたいなと思っていますなんか、まあ、ここにいるリザードンは「えー、音がポケモンセンターで買いたい」って言って買ったんですけどなんかこういうのがもうなんか <laughs>。 普段はぬいぐるみとか全く買わないんですけどリザードは欲しいってなって買っていいよってなって買ったりとか、えー、こっちのピカチュウはハロウィンシーズンだったんで魔女の帽子をかぶっていますがガチャえっ、ー、とクレーンで撮ったりとかこういうなんか好きな棚欲しいとなってあんまりぬいぐるみ本当持ってないんですけど。 一駅から入ってきてき増えましたなので、うんまあ、今日はね、えー、1年の結婚1年目になったので、えー、今の、まあ、気持ちだったり、えー、私自身が、うんまあ、変化というかあこういう気持ち考えになったなっていうことをちょっと自分自身でも改めて えー、考えてみたのでもう本当に夫婦という形一つでもすごくバリエーションもあり何が正解っていうことはないので、うんまあ、私はオランダ人の夫と出会えて、まあ、今の生活に至っていますがやっぱその中でもやっぱり。 悩んだり不安になったり、えー、悲しんだり怒ったり、えー、お互いにね分から理想で分かんなかったりもありながら今を迎えることができていますまあ本当今はもう二人のことというよりは本当に世界で起きている状況からの、えー、日常生活にもすごく変化だったり影響が出ているので。 まあ動画の途中でお話しした、うんまあ、こういう変化が起きてしまったと聞いでももちろん柔軟になれるとか柔軟になりながら、まあ、自分の軸といいますかこういう生活をしたいなとかこういう気持ちを共有したいなとかあとは本当に、まあ、私の場合にはなっちゃいますけどもう分かってほしいこととか伝えたいことは伝えてますし聞いているので。 もしそういう形が、えーまあこのみといいますかこういう形が好きだなっていう方々はその、えーまあ、お互いに、えー、ベストというか、まあ、話さない方がいい方たちもいると思いますし何かそのバランスというかっていうのも大事にしていただきながら、えー、お二人のベストの関係を持っていただけたら い、えー、いいかなと思います、うん、私たち自身もこれからもまあ変化はしていくかもしれないんですけど私の軸は大事にしたいなと思っていますはい、えー、今日は結婚1年目になった日ということで、えー、その日に動画を撮ってみましたまあ普段はオランダ生活のことや、えー、最近ですと夫との出会いから 25の同性結婚生活までの動画などを撮っています私自身の経験なども話しているのでもし聞いてみたいことなどあったらコメント欄やツイッターなどでご質問いただけたら嬉しいですそしてオランダ生活を気になっていただけたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします高評価ボタンもいただけるとすごく励みになります ではまた次の動画でお会いしましょう。